あのね、すごい縮んだりはしないと。すげえちっちゃいな、やっぱり。ちっちゃいでしょ。あお、明るいとこで見て、あの前あったりとか、うん、トランクだけ変なとこにあるんだ。トランクだけあそこに。あれ後付けですか。うん、あれ自分元。うん、あ、そうだ。成田さん。あ、後ろで。あとフロントもあそこにあるんで、まあ必要な時に。上がる時に。笑う。なんだこれ、あれやることだって。ラッカだな。で、ダッシュ？ダッシュはどう？あ、今、オーナー。あ、オーナーさん。一応これ、この前言ったみたいに、はい、一応この、やっぱ、センターと同じ名前で。ペタペタでいいですか？そうだね、まあ、この雰囲気で、あのこの幅で、はい、ピューってきて、この辺で。うん、ちょっとまあ出てもほんとちょいでぐらいな感じで。一応内装用のドアパネが前だけなんで、うん、一応でこれ。どんな？イメージ的にはこういうイメージなんだけど、上をなんかどっかで、うん、そうだね、まあこの辺の関係があるだろうから、まあ、これの関係ですよ、うん、起きる位置は。なんでそれに合わせてもらって、ああこれ取っ手でしたっけ。あ、これは取っ手だけど、もう埋めちゃって埋めちゃって、いらない、うん、もう何もいらないんで、これいらない。で、まあ雰囲気的にはこれがドアの、そっちがドアのオープンで、これがこっちがクランク、こういうことか。そうね。じゃあ、まあこの辺が、ここであの例の成田さんみたいに、あの絨毯、あー、はい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 、にしたい。下半分、下はここから全部、この辺から下な感じで、3分の中みたいな、うん、まあそこまででかくなくても、まあもうちょいちっちゃくても、うん。で、もしできればなんだけど、はい、ここに、うん、あのモールテープを貼りたい、ね、はいはい、俺がこの前これをこの前作ったんで、ね、おー、でこれにそのおー、これと意外に結構 3M のやつ結構ね、キリッと 3M なんだ。そう、貼れるの、あの両面自体はで、モールもこのかなりこういう曲げとか効くから、それをできればこの間に貼りたいから、その縫いがもしこうなんていうんだろう、こうピュッてなっちゃうのか、少しだけ幅をなんていうんだろう、あ、そのモールの分の幅、モールの分の幅を平らにできるのか、あの例えば2本取れるかどうかって、まあそこは涼次君にちょっと相談してからにしようと思ったんだけど、非常にはね、その要は上にあんまり飛び出してほしくないから、うん、あの平らにピッて貼れれば、こう生地のここに貼れるのかなっていう、そういうことか。そうだからこういうような感じで、このぐらい、うん、4ミリぐらいで、うん、なんかこう平らに行くのかどうか、まあ行かなければ別にそこに貼っちゃうから、多分ね別になんていう問題もなさそうなんだけど、貼れるは貼れそうなんだ。まあでも、その分割するのを接着したかったら、このボード側に貼った方がいい。そうだね、ボードは、あ、貼れるか、これだな。通常はね、こういうの貼り付けるモールってあの足が入ってる、あ、そうだね、で、こう折ってっていうやつだね、本当はそれがいいんだけど、探したんだけど、なくて、ないよな、そうなってるやつ、えらい探して、で、中古のドアパネルとかも箱さんとか買ったら、なんかもう、生地に、なんかね、圧着みたいなやつで、なんだこれ使えねえみたいな、着してる、そう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 、そっか、まあ、それあの、あれ、それって実験できます？あ、もしあったら、じゃあ一回持ってくる、で、実験してやれそうだったら、うん、それがいいと、うんうん、あ、そう
そうだよね、ハニのここがモコモコしてるから荒れんのかな、ちゃんとピシッと腫れないかもしれない、わかんないですよ。上はプレーンでいいですね。上はプレーンで、はい、片山にまあはめてフロント2枚とパッと見はもういじくってる感がわからないよね。純正チックすぎて。どう？これ動画するよ。もちろん。これ入っちゃうの？ YouTuber なんで。なんで、なんでひげてるの？これ、え？これ作ったんですか？あ、これ純正。純正？純正でこんなだった。これでメッキをかけたの。かっこいい。そう、だから。これ？で、一応、ここが。はい、どうぞ。ここまでのプレスはもう純正なんだけど、ここまでは純正なんだけど、純正はここでぶった切って穴が開いてて、メーターパネルがかかってかぶるんだけど、それがあって、続きをこう、縁を張っていくんだけど、その時に、これが一応、ここを基準に透明のモールが、鉄のモールが入るから、なんで、ここの生地は、そこに行ってほしいわけだ。そうだね、ここの本当末端ぐらいがマックスぐらいで、止めれるからみたいな。ただ貼るなら、こういう場合ってどうなの？ここがステッチが入れた方が、うん、まあ、やってる感があるのかなっていう感じもするんだけど、両軸的に貼るのがすごい難しいなら、うん、まあ、ベタ貼りでもいいんだけど、取れないですよね、ここ。取れない。だったら、分割した方がいい。あの、ステッチで。一枚でくるんじゃおうとすると、うんうん、あのもう、この角度だと多分。接着剤も拭きにくいし、あ、いろいろ、あとこの際っ面ギリギリでこう貼ってって最終的にこうカットするっていうのは結構怖いですよね。でも、まあ、この辺になるとはそうだね、このに並ぶ感じで一応ボールがここまで来るから、はい、まあ、ここはあのこの辺の形なりな感じになってれば、まあ、そんでこの角と奥はこれで押さえるから見えない、見えないっていう、そうそうそう。あ、じゃあいけるかな、なんとか。もしここはステッチが効けばかっこいいかなみたいな、せっかく両軸にやってもらうなら、本当外してっちゃうんで。あの縫い代が出るんですよ。あ、で通常はダッシュ側に溝を掘ったりして縫い代を逃がすんですけど、逃げないから、うん、お任せで。うん、まあ、このここも何か薄いの入れた方がいいのかどうなのかとかにも分かんないから、うん、まあ、きっちりでも薄いのが入っても、うん、多少入ってももうそれは全然。でも萩原さん的にあれですか、例えばこのこっから上、要はモールから上がなんかこう、うん、例えば ポルシェとか、うん、ああいうのみたいな、こう元々ダッシュのパッドっていうかパッド感が欲しいのか、うんうんうん、鉄板に貼ってる感は出ない方がいいのか、もともと一体成形ものダッシュっぽさを出すんだったら、あの今回その使ってるあの生地の裏に薄いウレタンが入ってるやつを使った方が出るんですよ。もともとのパッド感みたいなやつが、うん、まあ、でもどうなの、こういう場合でもパッド感があった方がかっこいいよ、かっこいいよ、かっこいい、質感は出るし、うん、このなんか車のこのなんかちょっと街道レーサーチックなところにも多分出るかな、うん、そうだね、うん、そこは結構ね、あの生地単体で貼っちゃうと多分すごいソリッドで、そうだよね、質感がなんかいかにもみたいな、うん、塗った感じっていうか、そうだよね、だからなんかちょっとふわっとして、うんうん、こういうので押さえてる、うんうん、縁なんかがあちょっと潰れてるみたいな、ちょっとかぶった感があった方ができればそっちの方がダッシュパッド感が出るから、うん、雰囲気が出るんじゃないですかね、多分ね。じゃあそれはその感じで、うん、まあ、純正も結構もともとなんかウレタンが入ってたから、うんうんうん、その感じ でもし生地もあれに別に習わなくていいんで、うん、シワが多いようなのがあれば、うん、ちょっとこうシワがあるようなダッシュパッドっぽいような、それだったらここの縁も縫い代ギリギリでカットしちゃえば多分この手に縫い代のなんかデコボコは出ないと思うんで、そこが都合がいいかもしれない。あ、了解ですね。こっちの方こうで、まあ、あとは一回やって、この辺部分だけでもちょっと作って、うん、かぶしてみて、こういう風になる感じですね。うん、OK です。はい、これしあとが、あ、そう、これか。ここの、はい、シフト、あの、成田さんですけど、はいはい、シフトブーツ。シフトブーツか、あれか、サイドブレーキのブーツか。サイドブレーキのブーツか。こっちはこのままですよね。こっちはこのままで。で、はい、こ
わけで、あとは天井。天井、あ、天井か。この前置いてた。はいはいはい。こっちは、あ、こっちはね、吉野が鉄板で作ってくれて、同色で行くんで、はい、まあ、行く末ちょっとやるかもしれないんだけど、今回は後ろは一応ロールバーとか組むから、この鉄板バージョンで、ここで仕事してる間に合わせに来ると思う。素晴らしい仕上がり。ちょっと明るいところでも撮影してやろう。あれにしよう。最終的にはね、出来上がった感じを本当に見てもらえるね、一回乗ってくるんで。そう、現場にね、設定のあれで、言ってたその記事ができるなら、あの、あれ、ポツポツもないんだよ。ポツポツのもありますよ。今あれが、こんな感じのちょっとマットな方が、うんうん、パッとっぽいパッとっぽいと思うんですけど、ああ、確かに。生地当てて決めますか。そうだね。せっかく実写あんだけど、多分歯切れみたいなやつだったら何種類かあるから、うん、それを実際ちょっとステッチもこう入れて縫って合わせて、ああ、そうだね、で多少明るい昼間とかに見た方が、うん、やっぱ雰囲気は結構車内に入ってる状態ってやっぱこういうとこでこういうので見るのとで、まあそうだね、結構違うんで、ちょっとサンプル作った方がいいな。サンプル作る。すごいね。やってますよ、いろいろ。エンジンがさ、やっぱすごいんだよ。ボディだけじゃないんだよね。やばくないっすか、これ。まあ、前にやったキャロルもそうだったけど、まあ、これまだね、完成形じゃないらしく、まあなんとなく今走れる状態で持ってきてるっていう感じで、車ができたらね、またあの別枠で紹介動画を撮りたいと思います。とりあえず、まあ、何回かに分けて内装、動画をねアップしようと思います。すごいね、この盗聴マフラー、横足すごいな。頑張ろう。